クロルデコンは有機塩素化合物の一種。殺虫剤として製造されたほか、マイレックスの分解性生成物としても発生する。商品名のケポンでも呼ばれる。アメリカのアライドケミカル社が開発した薬剤。1966年から1973年まではバージニア州ホープウェルにある同社工場で製造されたが、1974年から1年半は、 下請けのライフサイエンスプロダクト社に製造を委託された。ケポネの商品名で、食用性害虫向け殺虫剤として、南アメリカやアフリカ、アジア、ヨーロッパに輸出されたが、日本では農薬登録を受けていない。アメリカでは1975年に使用が禁止されたが、フランス領アンティルのマルティニークやグアドループでは百九十三年までバナナ農園などで使用された。 半数致死量はラットへの経口投与で1 0 2ログラム、ウサギへの経費投与で4 1 0ログラム。皮膚からも吸収される可能性がある。国際眼研究機関では発眼性についてグループ2バイトに分類している。1975年にクロルデコンを製造していたライフサイエンスプロダクト社の従業員133人中76人に 震えや死神経の異常、肋骨の痛み、精液の減少などの中毒症状が発症した。燃焼や酸との接触により、塩化水素を含む有毒ガスを生じる。ニベカの魚の96時間半数値死濃度が0 0 0 6 6ラム l と強い魚毒性を持つ。魚類や哺乳類などで生物の縮が起こることがある。1970年代に、 アライドケミカル社の工場からクロールデコンを含む廃液がジェームズ川に流され、ド川やチェサピーク湾を汚染。州政府による漁獲禁止措置が取られ、漁民はアライド社、ライフサイエンス社を提訴した。1991年にはこの事件から名付けられたインディーロックバンドも出現した。ありがとうございます。